きっかけは、まあもともと東京の方でもうテイクアウト始めたとこあったんで、はい、いずれこうそういうコロナの、はい、うん、まあ騒動っていうか、はい、影響がもう地方の方にも来たらやらなきゃいけないなって、はい、まあ、こういう状態でお店に来てほしいっては、はい、なかなか言えない状態なんで、はい、少しでもうちのお料理を、はい、そのお客さん自宅にいながら安全に楽しんでほしくて、はいはい、家族のことも考えてお家にいる方多いと思うんですので、テイクアウトご用意してますので、ぜひお買い求めいただけると嬉しいなと。あとこのコロナが収束したらぜひお店の方に来ていただけたら大サービスします。そんな気持ちでいます、はい。